はい、えー、今回はね、私の親ガチャという動画に対して、えー、メッセージを、コメントいただきましたので、そちらの方を読ませていただきます。えー、これね、メグさん、タダオさんという方からいただきました。えー、久保氏の話には学びがあります。あ、恐縮でございます。ありがとうございます。えー、貧しくて辛かった子供時代、思い出したくもないぐらいです。朝早い公園で何往復も水汲みをしていた小学生時代。貧しいに加え、何年ごとにもだらしなかった両親。 電気、ガス水道も止められ我慢と辛抱だけを強いられる日々、うん、社会の日陰で細々と生きていく命も人生も幾度となくくじけ諦めそうになったそんな日々の中俺の人生まだ終わっちゃいない諦める前にできることがあるはずだと自分に生きかせて頑張ってきましたそんな自分も妻と結婚しすごいいやいいですね大学に通う一人息子がいます両親に 感謝とか何もないです。自身で掴み取った人生だと幸せだけはこれからも大切にして生きていきたいと思ってますいやーすごいドラマですねやっぱり人生ってのはうんあのメグさん本当、コメントありがとうございます大変な中人生をね自分でもぎ取った、うん、本んに誇り高きライフスタイルだと思いますよきっと奥さんも大学に行く息子さんも 幸せでしょうね、うん、やっぱりね男一匹最悪の状況で生まれてもね私はこう思うんですよ最悪だと思うなら最善を尽くせと思うんですよ状況が最悪なのに行動まで最悪だったらどうしようもないですからねだからメグさんの言うようにあ俺の状況は最悪だと親にも誰にも頼られないなとだったら俺がぶち抜いていくぜみたいなねそういうふうなねいわゆるヤマト魂ぐらいを掘り起こしても まあ男の子としてはね、そのぐらいの強さがあってもいいんじゃないかなと思いますよね。そして、走り続ければ掴めるものがあると思います。今回、親ガチャというテーマでの動画に対してのコメントだったんで、もしかしたら親ガチャで、これはね、こう言ったらちょっと失礼かもしれませんけども、ハズレを引いたパターンだったというふうに感じたのかもしれないですね。でも、親ガチャでポンと生まれたそのアイテムを最大限使って、まあのし上がってきたと。 そういう風なね、メグさんのドラマだったんじゃないかなと思います。これからも、えーえー、得たされることを本当に、ね、お祈りいたします。えー、いつかねお話しできるといいですね。コメントありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。